발성이 좋아서 놓치지 않고 완전히 뚫고 나와요. 혼돈이 우마이 데스. 일단では 이 효과 드리려니 頑張らないと. 오도록고 맛있다. 次はユナさん。次はユナさん。こんにちは。私は15歳ユナです。よろしくお願いします。ユナ양이 조금 더 편안해졌으면 좋겠어. 조금 더 편안해졌으면 좋겠어. 춤을 추거나 노래할 때 너무 절박해 보이는 거는 문제인 것 같아. リラックスして、もう君大丈夫だから楽になってください。そういう評価がすごくもう本当に心に刺されたって感じです。 なんかやるとき、それがもう。 なんか私にはすごくプレッシャーになってきて。 友達とかはみんなだんだん上手になっていくのに、いつもそうなっちゃうから、誰よりも上手くなりたいし、上手に見せたいけど、あんまりできない私が、ちょっと、なんか、あんまり好きでもないと言えばいいんですかね、怖いものもあるし。 作られたユナじゃなくて自分自身のユナをちょっと見せて気持ちがすごくありました。 친구들이랑 노래방에서 노는 것처럼 노래하면 정말 좋은 결과를 낳을 것 같아. 하이. 하이. 가봤대. 하이. 야떼이마쇼. 요시. 오늘 노래 굉장히 잘하는데 지금 실력만큼 안 나왔어요. 근데 그 이유는 한 가지밖에 없어. 지금 너무 긴장했는데 뭐라 그럴까? 지금 매번 실력이 너무 좋은데 유나 양이 기대하는 만큼의 평가가 아직 안 나와서 점점 더 긴장하고 있는 것 같아요. 오늘은 지금 노래를 너무 잘하는데 긴장해서 지금 노래를 못해요. 私がやっぱり練習生の期間が長いのでちょっと期待されてるのもあるし自分もできるのになんかそういう時ずっと緊張しちゃってなんかそれで見せれないのがすごく悲しくていつも我慢してたんですけどやっぱりなんかでもパッて分かってもらってすぐでもなんか
嬉しいけど悲しいし、なんかいろんな感情です今。이제 합숙 기간이 있으니까 다시 마음을 좀 편하게 먹고 나는 연습생이어서 더 잘해야 돼 이런 생각하지 말고 그냥 지금 굉장히 잘해. 진짜로. 뭐 안 하고 가만히 있어도 예쁘고 귀여우려고 하지 않아도 귀엽고 노래 잘 부르려고 하지 않아도 잘 불러요. 그냥 원래 자기 자신 모습대로 좀 편안하게 돌아갔으면 좋겠어. 연습생 하기도 전에 유나로 배운 건 기억하되 원래 좀 편안해졌으면 좋겠어 마음이. 戻れるようにすごくちょっと楽になるようにちょっといっぱいまあこれは努力じゃないと思いますけどちょっと聞いたのでちょっと一回なくなったので。慣れると思います。お疲れ様でした。俺잘했어요。ありがとうございます。次はマコさん。次はマコさん。こんにちは、山口マコです。お願いします。まこさんのダンスステージがとても印象に残っていて、すごいその男性の曲をあれだけパワフルに踊れるのはすごい憧れですね。これが本当のなんかダンサーなんだなって。아내가오디션보다눈물이나는건처음인것같아요그냥가수할준비가다됐어요ダンスの評価では1位をもらったんですけど、今回歌の評価でも1位を取れるかちょっと不安があってプレッシャーな気持ちがあります。今回は雪の花を歌うんですが、その雪の花は男女のカップルの話なんですが、私は両親を考えながら両親に対しての感謝の気持ちを込めて歌いたいなと思って決めました。日曜日になったらお父さんの日と決めて、お父さんが全部ディナーを作ってくれる。이게늘있는아빠의주말에아빠의날하는좋은가족인데요韓国に来る前は両親と楽しく生活してたんですけど、2年半前に両親と離れて、その時に本当にちょっと辛い時期もあって、でテレビ電話をして毎日親とお話をするんですが、今は辛いけどいつかは絶対幸せになれるよと励まして、ちょっと緊張する部分もありましたが、自分のことのように考えながら見てる人が感動するような歌を歌いたいなと思ってます。はい、やってみましょう。風が窓を揺らして
가르칠 수 없는 것들이 있는데 어떤 사람들은 이렇게 노래를 할 때 듣는 사람 마음을 이렇게 건드리는 그런 힘이 있는 사람들이 있는데 마코는 지난번에도 그랬고 이번에도 또 그렇게 노래하면 노래의 마음을 정말 섬세하게 잘 담는 것 같아. 감사합니다. 너무 잘했어요. 감사합니다. 스타가 된다는 게 결국 그 사람 자체가 매력이 있고 또 대중들을 끌어당길 수 있는 힘이 있어야 되는데 얘는 정말 스타가 될 준비가 돼 있는 아이. 모든 면이 다 갖춰진 가장 놀라웠던 친구가 아닌가. 스카레 사마 되시다. 누가 더 잘했지? 고음에선 얘가 확실히 더 잘했는데. 얘가 목소리가 호소력이 너무 좋아서. 어때? 리액션이나 모든 게 뭐가 1등 같아, 둘 중에? 둘 중에 누가 잘했지? 누가 더 인상 깊었어요? 오케이, 갑시다. 보컬 평가 결과가 나왔습니다. 1위는 댄스 평가 결과와 똑같습니다. 마코 상. 원래는 노래를 이렇게까지 잘하지 않았던 걸로 아는데 정말 많이 있는 것 같아요. 감사합니다. 2위는 저를 들었다 놨다 너무 혼란스럽게 만드는 친구인데 리나상. 1位は欲しいと思っていたんですけどやっぱダンスに比べてはすごく22位も上がってすごく嬉しかったです。3位는미야입니다。私はボーカルポジションなので本当は1位を取りたかったので評価よりももっといい結果が出るようになりたいなと思いました。4위는점점조금씩조금씩저에게신뢰를주고있는참가자입니다。리쿠상おめでとうございます。댄스평가에서도5위를했었죠。스즈상리리아상미우상이제추가로보석을받게될참가자는제가호명을하면보석을받으러나와야될거예요。보컬은本当に最下位でもおかしくないんじゃないかっていうぐらい自信がなかったのでキューブ
がもらえるのかすごく不安でもあるし、ちょっと怖いのもあるし、緊張もして、でももらいたいなみたいな、そういう感情でした。とても緊張したし、もらえたらいいなっていう気持ちです。リマさん、リマさん、もらえないと本当に思ってたので、もらえた時はすごく嬉しかったです。パリのユナさん、점점더잘할거라는생각이듭니다。私を信じてくれるその気持ちをありがたく考えて、もっと発展していきたいと思ってます。9위는ひかりさん。이제추가로보석을받게될참가자는3명입니다우선저한테계속가능성을보여주고있는친구입니다모모카상ありがとうございます。ありがとうございます。はい。マヤさん、マヤさん。보석을받게될마지막참가자는리오상おめでとうございます。보석을받았다고자만할필요도없고보석을아직못받았다고좌절할필요도없어요하이お疲れ様でした。から数えた方が早いところにいるので、いや、ダンスもボーカルもどっちも取れなかったから悔しいです。